lips start to dry. Even when the sun begins to shine again, we're taking all the advice there is, and none of it has helped. Experience has made me realize that. はい、今から出発します。車でヨセミテ近くの、グランピング施設に行きます。今日はちょっと天気が悪いみたいで、ヨセミテ国立公園の中には入れないみたいなんですけども、まあ、そのグランピング施設ですね、ちょっと十分楽しみたいと思います。はい、荷物積み終わりました。結構多いです。はい、食料品とかいろいろ持ってきてます。はい、オートキャンプヨセミテに到着しました。すごいおしゃれな建物ですね。まあそこがなんかチェックインする場所みたいなので、ちょっと今からチェックインをしたいと思います。 The perfect summer is over in a flash and you're on your way. Somebody near is open for tonight, it's not too late. My mind says yes, you've been here for quite some time. But my heart tells me you should stay. チェックイン終わりました。私たちはこの20番のところなので、ここの、まあ、部屋というか小屋というか車というか、ここに移動したいと思います。
はい、それではルームツアーしてみたいと思います。意外とですね、中明るいです。照明もついてますけども、こういった、外光を取り入れる、天窓みたいのがあるので、とても明るい室内になってます。でここがキッチンですね。はい、こういった洗剤とかスポンジとかですね、キッチンペーパーだとか、あとはフォークとか、ほんと一通り全部揃ってます。こちらの棚には、お皿とか、ここは電子レンジ、その下が冷蔵庫ですね。まあ、コンパクトですけども冷蔵庫もついてます。はい、で、ここにソファーがあって3人ぐらい座れますね。でこの奥がですね、バスルームになってます。シャワールームにですね、ここも天窓がついているのですごい明るいです。おしゃれなシャワールームですね。車の中とは思えないです。はい、でここがトイレで、ここが洗面台ですね。よいしょ、ドライヤーもついてますし、すごいこのシンクめちゃくちゃおしゃれすごいかっこいいですねこれ。はい、あとこうハンドウォッシュとか、あとボディローションまで揃ってますね。で鏡はここにあります。はい、あと照明がすごい可愛いですね、これ電球が。はい、こんな感じのバスルームになってます。タオルもついてます。はい、でこの奥がですね、寝室になってます。よいしょ、明るい。ここ窓がすごい大きいので、天窓もありました。あとこの上にもですね、天井にも窓があるので、本当に明るい室内になってます。ベッドはダブルサイズかな。この照明も可愛いですね。すごい、グランピングって初めてしたんですけど、めちゃくちゃいいですね。これだったら快適に過ごせそうですね。はい、今回はここに、2泊してみたいと思います。また雨が降ってきてしまいました。今ですね、持ってきたお菓子をちょっとこのお部屋にあったトレーに置いてみたんですが、なんかおしゃれですね。はい、ポテトチップスとか、あとこれトレーダージョーズのおせんべいですね。はい、あとなんかバナナパウンドケーキみたいなやつとか持ってきました。であとキャンドルも持ってきたので、ちょっと夜、使いたいかなと思います。
said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. And love just went cold, but I'm still burning. And love just went cold. はい、ただお肉を焼いただけで、これはちょっとお惣菜の、サラダですね。あとスミノフの、ピンクレモネード、はい。このオートキャンプの方、オーナーの方が飼ってる猫かもしれないです。You keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Our love just went cold. おはようございます。今日はめちゃくちゃ晴れてます。それではまたあの小屋に戻って、朝ごはんにしたいと思います。今日は晴れてよかったです。すごい気持ちがいいですね。
はい、ヨセミテのグランピングいかがだったでしょうか。結局ですね、ヨセミテは、大雪のため、近くまでしかちょっと行くことできなかったんですけれども、このオートキャンプヨセミテで、グランピング、楽しめたのでよかったかなと思います。またこういったあの旅行ブログとかお出かけの様子、これからも投稿していきたいと思いますので、また見ていただけると嬉しいです。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。